ントリノに相沢先生まで。始めよう。数日後、相沢先生、ロックロックをはじめとする有名ヒーローや桐島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前から市営発災会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日は市営発災会が何を企んでいるのか知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明。ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。発災会は以前、不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと発災会には交流があった。発災会の若頭知崎の個性はオーバーホール、対象の分解修復が可能。そして知崎には娘がいて、当事務所の二人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねえってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの？全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。二人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。何が最高のヒーローだ。何がミリオンを救うルミリオン。あの、一ついいですか？どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間、1人しか見ることができない。その1時間、他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば、皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ。占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め早期解決を目指します。ご協力よろしくお願いします。グラントリノに相沢先生。さて、少しでも始めよう。会議の後、グラントリノは私とオールマイトの仲を取り持とうとするためにわざと緑谷に私を差し向けたと言っていた。緑谷いづく、よく似ている。私が理解できなかった。オールマイトの底に宿った狂気に。おや、あの男は調査報告にあった発災会の人間、なぜデパートに？後を追ってみるかと。おい、お前人にぶつかっといて挨拶もなしか？ああ、これは骨が折れたな。治療代をいただかねえとな。私の不注意だ。すまなかった。
と言っても解放してくれないか。あの男を見失いたくはないな。仕方ない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。迅速に。読め。カンパ、ここだ。攻め。え？かわいげないな。余裕だ。こりゃ見抜く。そこだ。読み通り。下手の考えか。ここだ。読め。カンバ。まずは。めっちゃハイになってきたわ。ここやめてな。ことを。強くなりたかった。見た通りの結果だ。さてと、あの男はプリン、プリン、プリンは置いてねえじゃねえか。どこに置いてんだ、クソ。ガキのことは分かんねえ。めんどくせえ。まあ何でもいいだろう。面倒、まあいい。ガキというのはもしや。ここにありますよ。なんだってめ。私も好きなんですよ。さてグラント、これで居場所は分かった。始めよう。ナイトアイの調査によりエリちゃんの居場所が判明した。作戦決行日、多くのヒーローと警察がシエ八斎会の本拠地に集まった。警察の方が令状を読み上げたら、私たちは速やかに突入となります。しかし皆さん、くれぐれも無茶だけは。何なんですか、朝から大人数で。感づかれたか。ここは琉球事務所の方々に任せ、先に入ります。私たちで対処するよ。ここだ。この下に隠し通路があった。もうすぐだ、急ぐぞ。行き止まり？いや、壁で塞いであるだけです。ただかなり厚い壁です。来られたら困るって言ってるようなもんだ。レッドガントレット、オールフルカウルシュートスタイル。進みましょう。なんじゃてめえ。デク、レッドライオット応戦するぞ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。いざ、先を打って。機関さん、よいんだ。おい、うだ、うだ、なめとるって、引っ張んなや。格闘が、おう、いや、この人は、あまちんげ。一気に来るか、ピンチは覆す。とっ、でたらめやで。いい加減に、出えへん。処理しよう、バカの一つ覚えか。かわせない。もう一度処理しよう、バカの一つ覚えか。処理しよう、バカの一つ覚えか。団体的処理しよう、バカの一つ覚えか。ついてねえ。その抵抗は非合理的だ。
石がうぬって変わってく。ヴィランの個性だ。地下を形成するコンクリに入り込んで生き迷宮となってるんだ。スピード勝負、奴らも分かっているからこその時間稼ぎでしょう。先に向かってます。おい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 、空から国家権力が。不思議なこともあるもんだ。よっぽど全面戦争したいらしいな。さすがにそろそろプロの力見せつけ。プロがこの場に留まっているこの状況がもう思うつぼだ。こんな時間稼ぎ要員、俺一人で十分だ。俺なら一人で完封できる。皆さん、ミリオを頼むよ。あいつは絶対無理するから、助けてやってくれ。これで居場所は分かった。ファットたち、ファットたち、始めよう。ファットたちを先に行かせ、俺は3人の相手をすることになった。早く倒してみんなの元へ行かなきゃ。お前たちは逮捕される。俺に勝っても先はない。後先なんか知ってこっちゃない。俺たちはいらぬ人間だと徹底的に打ちのめされた。そんな俺たちに価値を与えてくれた男のため、邪魔者は枯らせ。俺たちはゴミだが、ゴミなりに固い絆で結ばれているのさ。恐怖で従ってるんじゃない、洗脳に近い。食べたものの特徴を再現する。俺のこの個性でできること全てを。生きる価値を見出せなくなった人間、わかんねえだろ。そんな俺たちゴミを拾って再利用してくれる。ゴミにもプライドはあるんだぜ。期待されちまったら答えねえとな。諦めろ、俺はサンイーターだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ミリオはすごいよ。いつも明るく前を向いて、太陽みたいで。俺はダメだ。開けろ。俺知ってるんだぜ、お前が本当はすげえ明るくて楽しいやつだってこと。お前の言葉で言うと、お前は太陽よりもすごいってことになる。太陽なんか霞んじまうだろうね。開けろ。いや、さあ糸口を。デタラメで伸ばしてきた個性で上回れ。やっと、あめっこのタコが。やっと落とせ。見えない。クロスティ、踏んでろ。セルゴケイオン。俺は太陽すら食らうものだ。アメージング。ニューストーリー。ここを任されたからには負けるわけにはいかない。お前たちにも譲れないものがあるだろうが、ここは押し切らせてもらうぞ。正義ずらしたヒーローなんかに俺たちの気持ちは分からんさ。お前はここで死ね。そうはさせない。サイズ可変、特徴自由選択、複数同時再現、できる全てを収束させろ。混成体感キメラ・クラーケン。ファットたちを先に行かせた。分断されてもうたか。始めよう。玉木を信じ先へと進んだ俺たちやったが、
コンクリに入り込んでいる極道から奇襲を受けてしもうた。イレイザーをかばった俺とレッドライオットは別の部屋に飛ばされて分断されてもうたんや。俺は思うんだ、喧嘩に銃や刃物が無数だって、その身に宿した力だけで殺し合うのがいいんだ。わかるかな。レッドライオットのダメージも相当、やっぱやるしかないな。下手すりゃ死ぬが、お前の腕が上がらんくなるのと俺が耐えきれんくなるの、どっちが先か。矛と盾、どっちが強いか勝負してみようや。お前いいデブだな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。火球のようや。こっからよ。やれや、まだだ。強めの行くぞ。これまでよりも決まっていくで。ボッコボコだ。思いの行くぞ。立てねえ。気に入った。食べるね。お前強いな。放て。恐れや。このまま俺はまだやる。ウィン。アメイジング。よっ、俺の死亡でもここまでの衝撃が来るとは、まるで弾丸のような連打。割れた。痛え。受けきれなかった。アンブレイカブル徳だ。心まで折れたらほんまに負けや。こんな三下とっととぶっ飛ばしてみんなのとこに戻るぞ。楽しくなってきたな、おい。俺は殺し合えれば何でもいい。がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。分断されてもうたか。ファットが俺をかばって始めよう。始めようぜ、いいデブ。あかん、こいつ。やった。どんどん調子上げてきとる。これ受けきれへんとちゃうか。ファット、俺をかばって衝撃を受けきれてねえはずなのに、何やってんだよ。強くなった気になって飛び出て、自慢の必殺技あっさり破られて、足手まといになっちまって。おいおい、がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから、次行くぞ。レッド、割れたそばから固めてけ。こいつ耐えた。さっきは軽く吹っ飛んだはず。お前いいな。もっとやり合おうぜ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。本当に怖えとき、本当に命を懸けて動かなきゃいけねえとき、てめえの本性が現れる。命と向き合って、その上で一歩踏み出せる人間がヒーローになれるんだ。心の在り方だ。男とは格が精査じゃねえ。自信を持つとか恐れ知らずだとか、そういうことでもねえ。
一度心に決めたなら俺に準じる。俺は守れるヒーローになる。やせいたんで、バッカバフだ。リーダー君、おら、おそまったわ。うわ、構えろ。やっとワニロ押していくぞ。必殺思いの行くぞ。力ある限り切り上げる。やれ、折れねえぞ。熱く行くぜ。もう返した。取れ、必殺。重いだろ。お前強いな。受け切れなかった。おい、全然やり足りねえぞ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。本当に怖え時、本当に命を懸けて動かなきゃいけない時、てめえの本性が現れる。命と向き合って、その上で一歩踏み出せる人間がヒーローになれるんだ。バッカ、心の在り方だ。男とは格が精査じゃねえ。自信を持つとか恐れ知らずだとか、そういうことでもねえ。一度心に決めたならそれに準じる。俺は守れるヒーローになる。おら、何、大丈夫、見ろ、乗れねえぞ。やっておるな、ぶちかぶ、最強よ。ああ、うわっ、うわっ、絶対止めるぜ。受けろ、思いの行くぞ。重いだろ。乗り切れるか。こっからよ。俺で熱くいくぜ。必殺。やってやる。おそまったわ。気に入った。切り上げる。折れねえぞ。思うのは割れちゃえよ。もう終わりか。ウィー、これが男の生き方だ。ニューストーリー。甘く見とった。俺もお前らもデッドライオットっちゅうヒーローの男気よ。ここ立て勝負、こっちの勝ちや。霧島君、来ないなってまで大丈夫や。もうまだだと言っても、こっちも骨がいっちまって腕が上がんねえ。その男は手当てしろ。奥で応急処置ぐらいはできる。罠やん。罠張る男に見えるのか。俺はその赤髪が気に入った。ちゃんともう一回やりてえんだ、その男とよ。情けなかった自分に見せてやり。今君ヒーローどころか敵さんにまで認められる男になってもうたで。ファットが俺を今さら分断だと何を考えてやがる。気をつけろ、次の一手が。